グリーンラインは神奈川県横浜市緑区の中山駅から同市、江北区の日吉駅までの 13.1km を結ぶ横浜市営地下鉄の鉄道路線である。給料を通ることからグリーンラインと呼ばれている。正式名称は横浜市高速鉄道4号線。都市計画法に基づく都市高速鉄道としての名称は横浜国際高と建設計画都市高速鉄道。 第5号市営地下鉄4号線である、駅ナンバリングで使われる路線記号は G、2008年3月30日に開業した。本路線は横浜環状鉄道の一部である、2001年1月30日に着工され、2008年3月30日に正式開業した。車両は鉄輪式リニアモーター駆動方式が導入され、最高速度は時速80キロメートルで、 リニア式地下鉄では最高速度となった。また、リニア式地下鉄の営業区間としては、初の地上区間もある。中山駅から川和町駅へ上る区間に本路線では最も急な58パーミルの勾配がある。当初は2007年中に全線開業の予定だったが、日吉日吉本町間の一部各地の地権者の同意が得られなかった。一時は部分開業なども検討されたが、 土地収容法に基づく採決申請が2004年12月に行われた。その後2006年11月16日に申請通り採決され、同年12月13日付で、横浜市交通局は2008年3月末に全線開業を目指すと発表した。各駅にはホームドアやエスカレーター及び大型のエレベーターが設置されたほか、新たに休憩スペースが設置された。また、 ステーションカラーは各駅個別に設定され、駅の壁にはステーションカラーが電光帯2000に入った灰ロボートが設置されている。これは電車が接近すると破線になり進行方向に流れるものであるが機器の諸問題が解決しないことから2011年以降使用を停止している。グリーンラインには開業日から9月30日までの平日の14時から17時で全国で 初めて車内にスマイルマナー工場員が配備される。これは横浜市営地下鉄が導入している全席優先席で譲るマナーが車内の自動放送だけでは促進されないため車内にいる利用客に席を譲ってくれるよう工場員が声をかけモラルやマナーをさらに浸透させる狙いがある。また現在は客とのトラブルを避けるために同時に警備員も配備されている。 開業時からパスモに対応しているが、パスネットマリンカードについては、ブルーラインと接続するセンター南駅、センター北駅を除き自動改札機、券売機、生産機では対応せず、窓口生産のみの対応であった。本路線は JR 横浜線の中山駅と東横線、目黒線の日吉駅を江北ニュータウンを経由して結ぶものであり、 横浜線の多摩地域方面と横浜市鈴木区の江北ニュータウンへの移動経路を確立したほか、本路線開業前まで田園都市線経由で江北ニュータウンから都心方面へ通勤していた通勤客の一部が日吉駅始発である目黒線に転移し、田園都市線の混雑緩和につながった。開業後1ヶ月間は事前の需要予測の1日平均10万4000人を 大幅に下回る1日平均53,129万3人であったが、その後の広報ニュータウンへの人口集積と商業施設や企業立地による就業人口の増加に伴い、1日あたりの乗車人員は2015年度はほぼ当初予測通りの135,569人となり、ほぼ一貫して増加傾向にある。また、 都市計画道路の整備が遅れている横浜市において渋滞等により定時性維持が困難になりつつあるバスに代わる代替輸送機関として環境負荷を下げる効果をもたらしたとも言える。全列車各駅に停車し一部列車を除いたほぼすべての列車が日吉駅中山駅間を通しで運転する。区間運転は早朝に車庫のある川場町発中山駅が平日4本。 休日2本、センター北発日吉駅が平日1本設定されているほか、川和町駅中山駅間で入出庫の改装列車が多数設定されている。開業以来初めてのダイヤ改正の内容はである。同日にはブルーラインも合わせてダイヤ改正を行った。センター南駅に入線する1万系2017年度の朝ラッシュ時の最混雑区間は日吉本町駅日吉駅間で、 ピーク時の混雑率は167%である。公営地下鉄として最も混雑率が高く、開業以降輸送量は増加傾向が続いている。近年の輸送実績を過表に記す。表中、最高値を赤色で、最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。横浜市営地下鉄デザインも、 参照列車到着時のプラットフォームサインシステムは、ブルーラインとは、趣きが異なり、ブルーラインのものを、簡素化しつつも、公共交通機関の車両等に関する、移動等円滑化整備、ガイドラインカラーユニバーサルデザインを採用した、グリーンライン独自のものを制定、伝承式サインの光原に、積極的に LED を採用し、主要部の案内は4カ国語表記にしている。 駅の内装はバリエーションに富んだブルーラインとは異なり内装材デザインの共通化を行い簡素化されているまたブルーラインでは大半の駅に設置されているパブリックアートもグリーンラインには設置されていないこれにより各駅の見分けがつきづらくなったためビッグカラーガイドの日本の伝統色を使ったステーションカラーを採用プラットフォームの柱の天井部ベンチ壁の一部 自動販売機のラッピングなどで使用して各駅の個性を表現している。またプラットフォームの壁には大量の LED が2本設置され、通常同期はラインカラーの緑色に点灯。列車接近時は白地の上にラインカラーが流れるように点滅。列車到着時にはステーションカラーが点灯するようになっていた。しかし不具合、故障が多く、 東日本大震災以降は全駅で使用が中止されている。コンコースは全駅共通のコンセプトである。コミュニティ広場を表現するために全駅に休憩スペース、展示スペースが設けられ、また未設置ながらも授乳室の設置場所も用意されている。地上部の外観はブルーラインと同様にバリエーションに富んでおり、コスト削減とランドマーク性を両立した上で、 ガラスを使用して光あふれた清潔感のあるオープンな駅に仕上げられている。またトイレはユニバーサルデザインを徹底し、多機能トイレを最低でも2カ所設置している。横浜市営地下鉄計画事業中路線も参照クリップ23が交通政策審議会答申第198号で示された横浜環状鉄道の路線図本路線は1960年代より、 横浜市六大事業の一環として、江北ニュータウンと共に構想されてきた高速鉄道事業であり、横浜環状鉄道の一部として、日吉駅から鶴見駅、中山駅から二股川駅、東戸塚駅、上大岡駅、根岸駅方面へ延伸する計画がある。現在、横浜市内には、郊外区拠点を環状型に連続して結ぶ。 基幹交通網に全線完成したものがないため、グリーンライン延伸による地域一体化への期待は大きい。特に横浜市における主要な生活拠点とされる地域を接続する意味でも重要な路線である。なお、横浜市の環状型の交通網としては、唯一都市計画道路の環状2号線が存在するが、これは規制市街地エリアの外周部を環状に結ぶ幹線道路であり、 郊外部を環状型に結ぶ交通網は鉄道、幹線道路ともに全線完成していない2016年の交通政策審議会による交通政策審議会答申第198号では地域の成長に応じた鉄道ネットワークの充実にしそるプロジェクトとして位置づけられ課題として事業性に課題があるため横浜市等において 事業性の確保に向けた取り組み等を進めた上で事業計画について十分な検討が行われることを期待との意見が付けられた。横浜市の鉄道構想路線では本路線よりも優先度が高い横浜市営地下鉄ブルーラインにおける新百合ヶ丘駅方面への延伸計画について2019年1月に事業会の方針を固め2030年の開業を目指している。 そのため、本路線延伸計画の本格調査と事業化が今後、行われるとしても、ブルーライン延伸計画の整備着手のめどが、立ってからである。横浜市では本路線の延伸計画について、長期的に取り組む路線と位置づけている。ありがとうございます。